早く早く三毛さんになりたいです、ね、今99点まで一時でちょっと96点ぐらいまで。ああそうそうもね、少しずつ上がってるんで、今期はまあ100、2000ぐらいあるんで、なんとなんとか、はい、とりあえず S1 まで使いたいなと思います。あともどかしい気持ちはすごく。そうですね、仕方ないです、これは。年齢との戦いなんで、あんまり。健康的にはあのそのね、ラップではそうですね、だいぶ、大変なことになってるし。なんとか少しでも上に行けるように頑張らないですね。お客様も本当に待ってらっしゃると本当に思います、ね、練習ではどんな感じ？練習は全然いいんですよ。あ、はい、じゃあこうレースで結果が、そうですね、結果は出さないと意味がないんで、はい、練習もしっかりやってるんですけどなかなか結果が出ないんで。あ、ちょっと久しぶりになりますね。そうですね、はい、3年半ぶりぐらいで。ちょうど以来ですよね。そうですね、はい、あ、違うか、あ、違う、2012年の3月なんで。あ、思い出しました。いや、言いたくなかったんですけど、でも久々ということで、はい、ただ地元勢はね、タイトルホルダーも新しく生まれて。そうですね、はい、まあ、九州なかなか良くなかったんで、はい、まあ、みんな意識的になってると思うんで。そうですね、自分もそれに連れていけるように頑張ります。シャーナさんはね、同期にも、ね、SS にも。あいつがいるからですね。はい。なんか、なんていうかな、自分では結構 やってるつもりなんですけど、はいはい、ため前いるんで、自分だけなんかだらけてるような感じがして。いや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 。神谷さんと同乗するレースに早く。そうですね、はい、僕らはいつも待ってますって言われてるんですけど、なかなか追いつけないんで頑張ります、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。